してないんですね。朝鮮半島の簡単な引き方っていうのは20年前からずっと動いてるところです。北朝鮮の完全な非核化が先で、その後を韓国が、まあ、射殺するならいいんですが、これ朝鮮半島という言葉をそのまま使ったということは前進がないというふうに言われます。古松さん、あ、西さん、すみません。